はい、では後半いきましょうか。大門4ですね。蒙古襲来巻、中世入った。でこう来て、まあ、火薬ね。そう、これね、まあ、鉄砂を使ってますからね。クロネタコ27ページ、シンクロン、ここですね。ね、これ、破裂、炸裂しとる、これ、鉄砂よ。鉄砂。で、これ、で、ここなんですよね。だから、この原料、ね、何かと。ね、こう書いてますけど、硫黄なんですよ、硫黄。硫黄なんですね。この硫黄から鉄砂を作る。で、この硫黄はね、どこに書いてるかっていうと、これ日本の主要輸出品。ね、硫黄って要するに火山からできる。ちゅうことは日本は世界有数の火山国やから、こう日本の、もうどこでもあるんですよ。簡単に言うと硫黄っていうのは。ね、それを中国に輸出して、ね、中国側がその硫黄から鉄砂を作ったんですよ。日本の主要輸出品で、これ書いとんのが33ページ。日民貿易で書いとんですね。硫黄ね。ここで出てきますからね。ところがまあね、もう入れましたよ、これ。南宋を倒したい、元からすれば。南宋が、ね、この要するに火薬使って、ね、火力があるけなかなか、元に下、ね、そのね、あの降伏しないんですよ。だからそのシャットアウトするために、ね、日本を攻めると。元はその火薬を逆に、ね、南宋を攻撃するために使う。まあ、ということで南宋を倒すために火薬の原料が欲しかった。これが現行の一つの原因なんですよ。まあ、これ入れました僕は。ないやつはもう隠すしかない。ということですね。はい。で、まあ、問題関係ないけど全然。はい、19番ですか、19番。また資料問題やな、これ。これ、IUA。ABCD、IUA のパターン。はい、いきます。組み合わせですね。あ、皇族や貴族の許可を得て日本が渡嘉商人。人気を博した。商人が持ち帰った商品、これ何かっつうと、ね、空人、まあ、当人、空人、まあ、空物と言いますからね、まあ、空人、中国から入ってきたやつ、ね、これ、総称は空物。僕、日宋文献で書いてますからね、19ページ、空物ですね。具体的に言うと、まあ、陶磁器ですよ。キートも入れてもいいかもしれない。ね、珍しいですからね、舶来品だから。で、何人気を博した。だからこれ、まあ、何言うとかっていうと、あ、空物あるじゃないですか。空物を買うを禁圧すべきと。何ですか、禁圧。もう分からへんねん。禁止しろと。空物買ったらいけんと。士官を超えて。ね、やけ、まあ、買うなと。まあ、やけ、ニュアンス的には、ね、これが、ね、空人の商船でやってきたら、書院、書宮、書王神家。まあ、多分書院は寺院ですよ。で、書宮は多分神じゃないですか。で、書王神家は貴族ですよ。ね、もうこれなんとなくほら、これ読み取らないけ。買いあさっとる感じや。珍しいからね。それいけんと。これ昔、去年神経模試出ましたよ。出た。ね、やけ、まずやってきたら、ね、まずこの朝廷が購入する。まあ政府ちことよね。朝廷が購入。去年出た確か、これ。で、その残ったものを、あと自由に売ると。お寺とか神社とか、ね、貴族、ね、この役人じゃない、ね、一般の、ね、まあその、そういう貴族が欲しいなら、余ったやつを売ると。まずはこの朝廷が購入する。ちゅうことなんですね。だから、まずガンガン、お前勝手に買うなという感じの資料でしょう、これは。ね、で、こう来て、もうこれそのままよ。買い漁ろうとしたことに対し、朝廷は統制しようとした。ね、まあ、ちゅうことですね。大人気。これを統制しようとした。皇族や貴族の許可を得てるから。だけど、ほら、これ10世紀でしょ。ね、もう唐滅びてますよ。ね、10世紀初め。唐、まあの滅亡はいつかっつうと。ね、これ10世紀初めですね。唐の滅亡はね、白紙に戻そう検討し、三ツ種公のこのね、先見性、予言は、ドンピシャ、はい、15ページ、ここですよ。ね、もう唐衰退しとると、ね、学ぶ必要ない、滅びてますから、すぐに。
で、ここからドミノ倒して、渤海も滅びて、新羅も滅びる。ね、王朝交代起こる。連鎖的に。これ大事、塊ですからね。白紙に戻そうから覚えればいいんですよ。で、唐滅びて、次だけ、唐の次、宋ですからね。宋から南宋来て、元だからね。で、これ難しいね。これ難しいと思いますよ、俺も。まあ、これもやっぱ、伊予を選ぶべきじゃないかな。赤字がのどっかっていうと、日本から渡海した商人持ち帰った。これ基本ね、遣唐使この停止、ストップ以降は、基本的渡海禁止なんですよ。原則禁止。まあ、坊さんとか、ね、例外はある。主に坊さんが、この中国に渡って、ね、仏教を学んで、ついでに珍しいも持って帰るというパターン。さっきの、二層貿易。19ページ。これもね、これ9代聞いたんですよ。9代聞いてきたんですよ。入れました、僕は。やけ、ということね。政治的には、そうとはやけね、別に、兆候してませんから、ところが、政治的つながりないけども、経済的、文化的、盛ん。すごい。坊さんが、ね、この、ね、往来しとる。坊さんが。やけ、日本人の渡航は原則禁止。坊さんが例外、OK、もらったお坊さんが、往来することで、ね、こういう経済的、文化的、ね、交流が、ね、起こるということなんですね。で、ここからはもう博多になりますからね、博多。ね、日宋貿易から博多が出てくる。それまでは太宰府だったけどね。ちゅうこと。細かいですよ、これだけもう、難関国立の論述レベルですから、難しい、難しい。一応、あと自分の志望に合わせて考えてください。こっちですね。で、で、これやろ。だけほら、だけちょうどこの時期ね。10世紀初めから11世紀前半ですか、ね、だってもうここ何ですか、ね、能登ですよ能登、ね、能登の地震が起きた、ね、こう石川や、このつながりはこれが、ね、渤海ですよ、渤海との交流、これはね、まあ、渤海のこの絵を消すべきじゃないですか。渤海市はどこに書いてるかっていうと、ね、唐と新羅仲悪くなった日本ね、白村後以降。で、唐新羅は渤海と仲悪いんですよ。ちゅうことは、日本からすれば、敵の敵は味方。渤海との交流が盛んなる。13ページ、13ページ。渤海、これですよ。これ、神経もしよく出るパターン。はじめ、軍事的なつながりやったけど、だんだんこの緊張が解けて、経済的につながり、貿易が中心になっていく。ちゅうことですね。で、松原客員。これが まあ、ここですよ。ここ。能登の客員。松原客員は福井ですけども。北陸や。ね。渤海滅亡とともにこれなくなりますから。ね、もうこれは、こっちを。こっちを消す。解き方としてはね。やけこれは B。答え A か。やけ E と A。4番。いや、これ簡単じゃないですよ。簡単じゃない。だから、まあ、空物確認しよう。空物確認して、ね。まあ、渤海とのつながりちょっと復習。ね、ここは渤海だから。もう中世にはこうなくなりますから。でここからも博多が出てくる。博多が。これね、2か。第2。2ね。2ってこれ、死とかあったよね、どっか。これで太宰府持ってくるのは難しいですよ。これ、ね、太宰府のね、ナンバー2、この時間が2なんですよ。で、これ、まあ細かいけど、大と小があって、小日のがこれね、後、この九州の、ね、まあ守護の、有名な主語ですけど、小児子っつって、まあ、最終的に滅亡していくんですけども、ね、このちょうど中世、室町あたり小児子って有名なんやけど、これは難しいよ、ここで第二で太宰府持ってくるのは。だからここでもうこれ A を消す解き方、いいですか、 A を消す、難しい。はい、次20番いこう。誤っとんの見ていくしかないな。武家として初めて太政大臣になった人物も平清盛やね。この瞬間いい胸毛、航路や港を整備して宋の商人を機内へ招来した。まあそうね、二層貿易ですからね。大和田の泊まりもこれも典型的なパターンやけど。2番、入宋経験持つ宋、東大寺再建誰ですか。あの二人のタッグで、ね、東大寺再建ですよ。30ページ、この東大寺何代も。ね、どうやっけ、
難大門で、まあ、残ったのは難大門ですからね、今ね、あのこの時再建の大仏殿焼けちゃいますから2回目の焼失、こう長元と鎮和系で東大寺再建、自称寺院の乱源平合戦で焼けてますからね、ここのこと言ってる、ここのこと言ってる、ね、30ページ、まあ大きく間違ってない3番、うん、宋の帰国だからここね、宋が、うんねね、往来することで文化的経済的、ね、そういう交流が起こる、政治的にはつながってない、さっきも言ったけど、でここでも天台があるからね、最長やからさすがにここはもう浮くね、ああこれはもう平安時代や、これは×、これ見た瞬間×です、ここはまあ、あ、サクッと解かないけん、ここはいいですか、4番は刀剣ほか金ね、まあこの二層貿易か、ここだね、ああやっぱ日本からは金や刀剣ね、これ陸奥の金ですから、もう奈良時代から金といえば東北、東北といえば金、日本刀ですね、ああに対しだけ陶磁器とか宋銭、キーと入れてもいいけどね、ああ、お互いの輸出輸入の、ね、品目主なね確認、いいですか、19ページ よし、次これ長いね、また本当で、この、うん、モンゴル襲来の前後、うん、で、うん、原稿ですよ、もう原稿やけどそこじゃないんですね、聞いとんのは、あの教科、これあの教科、異国敬語文学が鎮西短大かね、あ、ここは単純な知識やね、ほら見て、文英の駅来て次公安の駅あるけん、この間でしょ、鎮西短大は、ね、公安の駅の後ですから、この間には来ない、ってことは異国敬語文学や、これ楽勝、はい、まずここのこれが消えますね、消えますね、さあじゃあ次いいですよ、ここか、これらを見ると、まあ、これ三角貿易みたいな感じだね、うん、いいことが分かると、モンゴル襲来による貿易は断絶した、モンゴル襲来後も貿易は行われた、ここです ね、政治的には戦争状態でしょ、経済的にはどうなのかって言ったら、これ黒羽のどこ行ってるのか、シンクロのここなんですよ、ああ政治的つながりないけど経済的文化的効力盛んということは、現行の後もこれ行われてるんですよ、だって送ってるでしょ、現に県庁事務ね、貿易続いとるから、ね、だけど断絶はしないんですよ、だけど政治は政治、貿易は貿易って言って、なんていうかね、割り切っとる感じ、割り切っとる、断絶はしていない、答えが、だから、これやね、あ、違う違う、こっちか、こっちや、断絶はしないから、はい、2番、2番、ここも難しい、簡単じゃないですよ、ここも簡単じゃないと、こっちは簡単ですけどね。まあ、できんかったらここで押さえればいいんですよ、押さえればいい、いいですか、はい、22番、南宋、南宋がミソですね、この原稿の並び替え展開的やけど、南宋が加わるのはここですから、文英の域はまだ南宋加わってない、ね、健在、そこミソね、南宋、あとまあ石油やね、この間ですから、はい、でこれ読まないか、またこの資料読んでからの、あ、いい、2箇所、あの、まあ、XY 丸バツやけど、あ、いい丸バツか。うん、あ、いい丸バツ。はい。南宋はモンゴルによる一度目の日本攻撃が行われた時期に、モンゴルに征服されていなかったコーラを相手にして、通商を行い、軍事物資を入手。コーラか。ここね。うん。1257やろ、これ。一度目のアタックは、人になしだけ127よ、ここですね。ね。で、ここ見たら、まあ、これやね、ここですよ。これがだけ、まあ、今流行りの読み取りや。これ滅びてますから、1回目の時には。ね。だから、ね、もう、征服されとるかな、罰や。ただ、まあ、知識として知っておきたいですよ。いいですか。三別抄なのは、これよく出ます。よく出る。ね。それも最終的に鎮圧して、ね、モンゴルを試合完全に試合下に失礼、朝鮮を完全に試合下に置いて日本に攻めてくるということね。はい。三百姓、これを抑えたいですね。い、日本の輸出に武器の原料含まれる。うんうんうん。だから、これがさっきの、ね、書き加えた硫黄ですよ。硫黄。火薬の原料、鉄砲の原料ということよ。だから、見るしかないよね。だけ
北海道か。だけどまあ南宋からしても元からしてもこれが欲しいんですよ。欲しいということは、まあ、そういうことよね。まあ産物の持ち帰りか。でここに硫黄があるやろね。硫黄ね、うん、はい、これはその通り、罰ではない。罰丸3番硫黄です。硫黄、まあやっぱこっちで書くべきだったかな。まあ今さもどうにもならんけどね。もうここに硫黄地入れとったらいいですね。はい、次23番またこれ系かで、あいでどれかどれかどれかだけ。あ、中世の交易交流の影響は日本どの地域まで広がったか探求したら何を調べたらいいか。宋から輸入されたと見られる陶磁器や礎石、さっき陶磁器やったね、空物ですよ。分布を調べる、うん、のぼりがもの、いや末期は古墳時代やもん、終わり。末期は古墳時代終わり。一応真空論どこに書いてるかというと、10ページですね。末期いいですね。あ、弾きから末期に進化する、いいですか。はい、全然トンチンカンです。 YZ、 次は日本人のどのような人々まで及んだか、うん、中世の交易の交流ね、うん、政治的つながりはないけども経済的文化的交流は盛んだったということね。で、どの程度輸入貨幣が用いられていたか、まあ宋銭民銭ですから ね、まあ、中国で発祥した猿楽、猿楽はこれは日本、猿楽から能でしょ、世阿弥や罰や、日本由来ですよ猿楽は。あ、これは猿楽、世阿弥世阿弥世阿弥、まあ猿楽の猿楽よが能になる、猿楽の略して能ってことやからね。34ページね、バツ、うん、はい、答えは W と Y やけ、 WY か、答え1番ここですよ、ポイントは。いいですか、はい、次大文豪、ふうで、また中世春菜さん、吾妻鏡、鎌倉幕府の歴史書、ごめん、春菜さんすごいねこれ。しかし日本史探究のレポートやるってことは高校生じゃないですか、すげえな、はあ、メモ、これその辺の学部4年生の卒論軽く超えてますよ、はっきり言って本当。こんなね、ぶっ飛んだ高校生がおるけ困るもんな、わけのわからん問題が出てくるんですよ。ほんと、はっきり言って。いきましょう。24番。平氏政権、まず、あ、い。忠盛は鳥羽上皇の信任を得た、猪謹慎。清盛は、猪謹慎間対立が原因となった保元の乱に勝利した。うん、これも細かいですね。清盛と保元の乱、組み合わせはどうなん、こう戻らないけんね。これは、で平清盛はこの方言平治で対等ですからね、19ページ。ね、ああ、ね、この勝ち組でしょ、間違ってないよね。しかし、何が違うか、院の近親間の対立はここですよ。これ、平治の乱。方言の乱は、この、兄弟喧嘩ですか、崇徳上皇と後白河天皇のバトルですから。ここが罰ですね、これが。か、まあ、青を選ぶか、青を選ぶか、平の忠盛、清盛の父ちゃん。まあ、鳥羽の侵入だ、ここ書いてる、こっち選ぶ、これも簡単じゃないですよ、これ、これすごい難しいと思う。ああ、ね、まあ、ね、だけどこれ使って勉強すればいいんですよ。地獄を知るはね、天国の始まりですから、いいですか。だけど、まあ、ね、こっちね、あね、で、X、兵士が地頭を任命する、だけど、なん、ね、こう、守護自動というと、まあね、なんとなく、というか、鎌倉幕府の、ね、代名詞のようなこの、ね、気がするけども、ね、守護自動設置はね、まあ、確かにそうなんだけど、ね、守護自動といえば鎌倉幕府。でも実は、平成権がすでに自動設置していると。19ページ。すでに、どこかで。
ここですよ、ね、でも主従関係結んどんですよ、ここだけすでに兵士の平の清盛は地頭任命しとると、ね、まあ、そこでも地頭登場すると考えておくほうがいい、うん、でこれ、ね、まあこう書いてくれてもね、任命し平家任命する地頭、従来地頭と称してきた者は多くは平家の家人やったと、うん、まあ、平氏敵を盛り政権どっからもすでに地頭はあるちことやね、これどっちかちことですね、読み取る、まあ、これ読み取るってことよね、この吾妻鏡をね。ただこれまあね、結局やけ誰と主従関係結ぶかっていうと、やけ家人と主従関係結ぶわけやからね、主従関係がこれじゃおかしくないですか、ね、平家と主従関係結ぶんでしょ、となったらやっぱこっちやろ、うん、ここはもう見らんで、まあ、僕はここって考えましたよ、そりゃそうやろね、まあね、兵士あるいはこのね鎌倉幕府、まあ、頼朝鎌倉幕府と主従関係結ぶわけやから、これはトンチンカンですよ、小編同士のトンチン結んどうするんだと思って僕はもうすぐ消しました、消した、うん、いやこれも難しいと思いますよ、しかしほんと、うん、答えあと、ね、X やから答えは1番、いやこれ両方難しいですよ、難しい、簡単じゃないほんと、はい、次行こう、でこれ、25番あといい、あに入るのこれ、兵士滅亡後頼朝は対立していた阿を追討するという名目で地頭を置いたと、これを捕まえるということで守護を置く、でその守護のね、一妃のために地頭を置くと、守護はこれ誰ですか、ね、よっと兵士滅亡やろ、兵士滅亡やけ、まあ、基本的時系列としても源義仲はもう滅んでますから、ね、兵士滅亡やけ壇の浦5でしょ、壇の浦これ1185覚えやすい、壇の浦からの守護地頭設置、なぜ守護地頭を置いたんかというと義経を捕まえるためなんですよ、これすごい大事よ、ね、英雄義経逃げた犯罪人ですよ、そこで捕まえるために守護を置くと、ね、この守護の、ね、維持費を捻出するために地頭を置くとという流れになる、義経は何気に、まあ、平家を滅ぼしたよりも歴史的功績やにここでとんずらこいたことがでかいんですよ、とんずらこいたことでこの守護地頭を置く、ね、大義名分を頼朝が得たんですよ、あしかもここでしょ、後白河を義経に頼朝を打てって言っちゃったんですよ、ね、で頼朝が一気に、ね、迫ったんですよ、あで後白河をあいつが悪い騙されたんじゃ、陳は騙されただけじゃ、じゃあこいつ捕まえても文句ないですねと、文句ないですよ、捕まえるために置きますよと、いいですねと、でも断りませんよということなんですね、はい、だけ、まあ、これ義経ですね、ああ、まあ、ここチェックですか、ああ言い出したここですよ、聞かれた場所は源義仲はこっちですから、ね、はい、まあ、これ滅ぼす、ね、打つその、ね、見返りとして東国支配権ゲット、ね、83の東国支配権と85の守護地頭、これすごい大事、すごい大事、いい、ね、26ページですよ、はい、だからここは義経こうなるね、じゃあ、次伊は伊を司る万所、ね、ちゅうことは万所伊が、まあどっちか御家人の統率、こっちは侍どころやから、まあ、これ消しやすいと思いますよ、ということはやけん、答えは、ね、これでいったら4番、よし、4番になると。ここはもう単純な三大機構ね、三大機構、鎌倉幕府の。で侍どころ、門中所、公文所のちの万どころ、ここですよ。まあ、覚え方ね、これ、触ってもみもみと覚える。触ってもみもみ、侍どころ、和田義盛、門中所、三好康信。実は残ったのがこれになりますから、お湯の広元になりますから。まあ、よかったら、いいですか。ああということで、はい、ここは、サクッと4番。次26番、不満の声があった、河川でこれ頼朝征夷大将が任命されたいい国作ろう鎌倉幕府だね、守護式の地位確認をめぐって御家人から幕府に対して不満の声があったと、その戦いを記したのが資料に、これ
千葉常胤、頼朝、図に最初これやったよね、頼朝のサインがあるわけよね。じゃ次、万所から出たんですね、鎌倉幕府のね。それに文句言ったんですね。万所、下し文は、歌詞ですか、証明したもの。これも知っとけば早いんだけどね、頼朝の顔がないんですよ。ね、だから、要するに千葉常胤は、頼朝のサインねえじゃねえかと。ね、頼朝のサインがあるやつくれって言ったんですよ。こんなの証拠にならへんっつって。ここなんですね。ここ。まあ、見る。頼朝が将軍に承認すると、従来の権益、一旦白紙、なるわけないじゃないですか。本領安堵、そのままですよ。白紙、これ、罰や。これも簡単じゃないね。まあ、わからんかったら、丸の説取るからね。ひょっとしたら丸した人おるかもしれませんけど。なりませんよ。なりません。はい。ね。次、万所の決定を伝える文書には、将軍決裁したことを証明する、ね、花押が据えられていなかった、ね。ない、ないんですよ。だからくれって言ったんですよ。これもやけ、難関国立レベルよ、これ、本当、東大とか京大とかね。まあまあ、まず、答えから言うと、その通りです、その通り、ね、だから文句言ったんですよ。いや、答え、×丸やけ、答えは3番。これね、なんちゅうかね、だから、つまり主従関係でしょ、主従関係。ね、だから、例えばね、その御家人と、ね、御家人と、この将軍、まあ、つまり頼朝ですね、この主従関係、ね、つまり個人的なんですよ、個人的、頼朝個人と主従関係を結ぶ。ね、個人、ね、これってじゃあ頼朝死んだらどうなるんですか、ね、主従関係これなくなっちゃうじゃないですか、ね、御家人の忠義も頼朝死んだらこれゼロになるの、白紙に戻る、これがやけつまり、まあ、要するに封建的ってやつですよ、遅れとると、封建的なんですよ、ね、でこの近代的っていうか、ね、近代的なね、システムっていうのは簡単に言うと、要するに何だっけ、まあ、これで言ったら幕府はだから、ね、幕府というシステムを作りたい、頼朝との個人との関係じゃなくて、頼朝はそう思ったんですよ。だから、ね、今回万所からこのね、何ちゅう承認する文書出したわけだけど、でもまだそれが分かってない、分かってない、ね、すぐにはやっぱそういうシステムは確立できませんからね。だから御家人とね、つまり、なんていうか、幕府。ね、個人じゃなくて、こういう公的な関係を結びたい。公的。ね、こっちが頼朝の狙いですよ。そしたら、システムにしたいわけよ。頼朝死んだ後もそのシステムがあれば、続くでしょ、永続的に。ね、あれまあ、制度化ってやつ。これを試みたんですね。制度化。システム化。個人的つながりじゃなくて、これじゃダメだと。ねその一過性に終わってしまう。だけど、この永続的なシステムにするには、ね、公的、幕府との、ね、公的機関との関係、ねこれを制度化するべきや、システム化すべきや。これが近代的、これ遅れとる封建的な関係。これ近代的な関係。ね、だけど例えば何だろう、ね。今川義元が撃たれたら終わっちゃったじゃないですか、今川軍。これ封建的な関係だったんですよ。でもね、だんだんね、例えば明治になって、大正になってと、ね帝国陸軍が出てくると、大将が例えば、ね撃たれてもですよ、ね、別に崩壊しないでしょ、あれ制度化されてるんです、制度化。ああまあ、簡単に言うとそういうことかな、ここの違いね、まあ、僕はこのようにまとめましたよ、26ページ、ね。将軍との個人的主従関係から、ね、こっちにレベルアップさせたいと。幕府との公的結びつき、これ制度化することで永続的システムとにしようと頼朝は試みた。けどまた最初やからこうやって反発がある、反発がある。ちゅうことですよ。でもまあしばらくやっぱ個人的な関係はずっと続いていきますよ。ずっと続いていく。ね、例えば江戸幕府も
殉死ってあるでしょ、殉死、ね、主人が死んだ、殿が死んだら後追い自殺する、あれ個人的関係じゃないですか。そうじゃないと、ね、忠誠心というのはこの個人じゃなくて家に、ね、尽くせと、ね、あ、そういうことですよ。これがやけこっちにシフトさせようとしてるんですよ、ね、個人との関係じゃダメと、ね、そういう、ね、公的なものだけ、まあ、もっと大きくなってね、個人から家、ね、あるいはそれがまた大きくなって幕府、国家、ね、と地の地関係を、ね、持てと、ね、そことのつながりが大事やと、でこれを制度化してシステム化してい、くっていうのがこう歴史の流れですよ。ちょっと長くなりましたけど、いいこと言っとんですよ、これ。いいとこついとるよ、ほんと。これ、東大出てもおかしくないですよ。出てたかな、なんか出てた気がするな、こんな感じのやつ。ちょっと、すいません、おぼろげですけど。はい。ということで、これですか。B ですね。はい。一応ね、まあ、この顔という言葉ね、これもサインなんですけど、一応。シンクロ本ではね、29ページのこの下地チューブのところに、一応ここに顔という言葉を入れてます。入れてます。まあ、紹介だけ。はい。では次、27番。これも見開きで一問なんですよ、だから本当。これね、大文豪めっちゃ難しいと思いますよ、本当。めっちゃ難しいと思う。しかも時間もなくてね。はい。湯気の島。読み方書いてんどうか。指振ってないよね、これどこにもね。振ってないよね、知らんけど。湯気ね、まあ道教、湯気の道教ですからね。はい、湯気師です。うん、はい。あから最も適当なものだけど、まあ組み合わせね。あいうえ。で、あいこ。小宮氏がゆえの実動だったのは、上級となんでの選考が評価された結果と考えられる。まあ、もうなんかここやね、ここよね。読み取れってことやね、資料。まあ、資料は日本語ですね。資料3は、これは。まあまあ、これも日本語か。訳してくれたよね。現代語訳でね。しかし、これ本当分量多い。ああ。で、いは何？新法立法。新法立法は新法辞典やから上級のらやね。小宮氏どう出てくるの？小宮氏、これか。小宮氏。入った。上級の欄語って書いたんね、バリバリね。上級の欄語に小宮氏が入ったってことは、まあ、そうね。ね。上級の欄語に活躍した御家人を、ね、新しく新法辞と任じた。源平合戦は本法辞ですよ。で、上級の欄は26ページ、こう新法辞となるわけね。で、まあ一応、給与の率、これよく分からないんですけどね、給与の率、まあまあ、給与額みたいな感じでいいかもしれんけど、新法立法。まあ、新法辞と新法立法。まあ、率が来ますから、絶対に。うん。ね、ちょうど、セットで押さえとった方がいい。これは上級の欄、これは源平合戦。ね。で、これね、これも意外によう分からんのんですよ、なんか。小宮氏は所領の移転で収入が減った分を補うために新法立法の適用を受けたと考えられる。ね、これ答え見たんですけど、答え見てもよく分からんって恐ろしい問題ですよ。僕ね、これ解いたのはね、解き方としてはもう青を選びました。意は分からんけ、保留。もう、あに絞った。ああ上級の欄、選考が評価された結果と考えられる。ね、上級の欄の後やから、意よう分からんけど、僕、青を選びましたよ。そういうと、一応解ける。いいわ、答え見てもようわからへん、はっきり言って。新法立法と新法辞典の言葉を押さえておきましょう。いい。次、ウトへ。ズーさんによれば、これうん。ね、まあ、和洋ね、和洋じゃ話し合いですけど、要するになんか、所領に線引いとるでしょ。だけどこれが、さっき顔のとこで見た、ね、これが29ページの、この、下地チューブよく出ますね。こっちが地頭文とか、こっちが量刑文とかね。このパターンですね。で、これの話し合うやつが、まあ、一応、和洋、ね。幕府が決めるやつが下地チューブ。自分らで話し合うやつが和洋チューブ。一応、和洋も、これ、総計とか聞いてきますからね。話し合いって言葉はヒント。で、はい。図さんによれば、下地チューブの際に地頭は当時よりも大きな。
二次性。例えばこっちね、漁業に関するもの、こっちが僕先になんか目につきましたね。でこう見たら、なんか中見たらほら、ここでは魚を取るために網を仕掛ける場所、漁業関係、この網、ニワチョム、網場、クジラとかもあるからね、どこですか、この辺ね、この辺ね、これね、こういうのね、まあ、海なんでしょう、知らんけど、ここからこう書いとるけん、漁業に関するものもね、含まれとった。ね、これ、選べますよ。まあ、ちなみに、ウガイはなぜ違うか、これは、こっちの「い」よりは見つけやすいと思う。これ見たらここなんですよ。ね、両家分が3分の2、自等分3分の1近いとね、ちょっと両家分の方が多いんですよ。ね、ここでやけちょっとまた考えなきゃ。当時でしょ。ね、この当時がこっちなんですよ。この両家分時代でこれイコール当時分ってことなんですよ。両家やからね。これめんどくさいよね。うん、だけどまあこれは A をやけこれ、I は A を選ぶ。上は、ね、A を選ぶ。この解き方かな。普通、消去法なんですけどね。ああ答えは2番ですよ。いや、これ難しいですよ、すっごい。で、こう、あっち行ったり、こうやって、これ見、解くだけでも、すごい時間かかる、ほんと。ここにはちょっと厳しいですよ、これ、ほんと。ほんとそう思った。まあ、一応、そういうことね。そういうこと。はい。で、これ最後ね、28番ね。これがまためっちゃ難しい。めっちゃ難しいですよ。もう解くしかないけども、1番清盛が政権自党やけ平成権も自党いたんですよ。すでに清盛が同意しなければ解任できない、これと分からんですね。まだけ全部ずっとバックさないこの頭まで、この5の頭までバックさない。平成権はこの辺だよね、さっきずっと解いてきたわけやけど、うん、ねで、うん、ね兵士の領内でその称号を授けてこれを任命し、うん、あれ国司領家が私的な行為によってその荘園で任命した、また本主の命に違反したときはこれを降達した、ここなんですね。ね、ということはね、兵士が任命するんやけど、例えば違反したときはや領家が私的な行為によって任命する、ね、自党に首するときも簡単に言うとね、このつまりですよ、これね、あの僕書きました、つまり、ね、つまり言ってますけども、平氏の自党と鎌倉幕府の自党の違いは何ぞやと、ね、だから平氏の自党は自党、もうこれも飽きた方がいいですね。ね、だけ簡単に言うと、ね、平の清盛と主従関係を結ぶわけでしょ。ということは任命権は清盛が持つはずですよ。ところがこの平氏の自党というのは清盛の同意、統領の同意が不要。荘園領主が勝手に、ね、クビにすることができるというわけですよ。同意不要。だから、これが不安定、地位的に不安定だったんですね。これが、まあ、欠点だったんですよ。これを頼朝が、ね、その改善していく感じだね。鎌倉幕府の自党はどうかというと、必ず将軍の同意がいる。ということは、ね、それは、ね、自分の可愛い部下ですからね、将軍守ってくれますよ、守ろうとするでしょ。だからこっちに比べたら圧倒的にこれ安定ですよ。安定。ここね、これ、僕ね、入れました。どこやったっけ。この26ページのところにちょっとメモしました、僕は。これ、南韓国立レベルよ。東大とか京大とかね、その他宮廷大の。そのレベルです。そのレベルやけど、ね、共通テストだけとかね、まあ、共通テストもし出とんやけど、出とんやけど、書かなくていいと思うけど、僕は入れましたね。ああ、もうこういう、ああ、こういうとこついてくるんですよ。いや、これ勉強になった。
で、まあ、そこから×と分かるんですね、うん、同意がいらないんですよ。だけ不安定消えた。で2番、鎌倉時代には御金じゃなくてもこれどこに書いとうがよね。さっきこれだったでしょ。次どこ見ればいいかっていうと、ね、次がねここなんですよ。この C41 なんですよ次。あ、これ大変だったよ探すの本当。いやこれ60分では見つからへん。これ絶対地頭職を得たのは将軍の母ちゃんが地頭になったんですね。でほら女性の地頭 OK やったですからね。あ、ちゅうことは、ね、御家人じゃなくても地頭を与えられることがあったね。女の地頭やけですね。うん、でまあここには OK なんですね。 OK で3番ね、将軍と主従関係を結ぶことで丹別御所の課長前だけ、この言葉来た瞬間、課長前どこだったっけ、課長ここか、課長ここか、ここね課長近いと思うね。ねだけまあ知識として課長前はさっきのシンポジトの具体的ボーナスですから、ね、シンポジト用語つまり上空の乱の後の活躍と合計にシンポジト進歩立法で課長前ここなんですよ。これセットなんですよ。兵糧前はだから本ポジトやけん、これは源平合戦のボーナス。で、ここやでしょ。ってことは、まあ僕は知識として兵糧前が課長前になったってことやから、ね。地頭は最初は兵糧前やったわけやから、これはまあ僕知識で消しましたね。でもこれ難しい、これ難しいっすよ。ここに、取っちゃう、これちょっと、ちょっと厳しいっすね、これ。ね、課長前って言葉を抑えましょう。これでいい、ここは。もうこれでいいですよ。これめっちゃむずいと思うよ、ほんと。4番、上級7の直後、御家人恩賞地を十分に与えらず、地頭職をめぐる、相続争い多発した。まあ、あんまりけ、ね、シンポジトの後、問題多発。かも推測か。いや、多発しません。問題ありません。ここではまだ。全然。だって、ね、上皇方の領、ね、書類を全部募集しますからね。書類募集入れてないんだな、うん、募集するんですよ、ね、あ、まあこれ省略したら、うん、入れてない ね、うん、書類を募集でそれを、ね、配ったんですね、うん、ちゅうこと、まあ書いておく、上皇方の書類を没収とですよ。没収。それを活躍した御家に配った。ね、で、これ与えられた地頭が新母地頭。ちゅうこと。うん、書いておくべきだと思う人は書いておいてください。ここにメモね。いい。はい。つうことで、答えも2番なんですよね。ここやけ、多発が×。いや、大門語めっちゃ難しいですよ、ほんと。めっちゃ難しい。うん、まあ、ちゅうことで。これが進化ってやつですか知らんけど、本当。はい。まあ、もう切り替えましょう、ね。ちょっとずつ、今はできなくても全然構わない。大門6、はい、行こう。適当でないの。これ、うん、まあまあ、こんな感じね。こんな感じなんですよ。まあ、うまく言えんけど。こんな感じ。考古学による知見が直接的に、うん、難しい面があると。うん、まあね、2番。事実確認できないと推測、そうね、まあまあ、その一般論ですよ、これは。うん、3番、石包丁、調理器具のような名前でっかいだけど、うん、これは石包丁は、ほくび狩りやから、うん、今でいうコンバインやから、調理道具ではない。その通り。まあ、3は消したいですね、石包丁。8ページね、これね、これね、はい。うん、4番、道権道託などの正当請求。ここに、これ、まあ、よく、なんか、よくわからんことを書いておく感じ。で、こう読み寄って、ここを見て、あっと思ったね。こう見て。まず、正当請求は、まあ、知識として、絶対押さえておかないといけないのが、ね、使用法ね。農具、武器、副装品、ダメ。ダメ。ああ、ここで、ね、ここ、わからんかった人は、もう書くしかないよね。日本固有ですよ。製造機は。銅鐸とか特に。もう日本固有と考えておいてください。いいですか。ね、これがまあ旧大とか昔出したもんね。大型化して実用性を失っていたと。ね、実用性を。まあ、そんなとこ聞くんかいと思いましたけど。ここですね。いや、これもむずい。
簡単じゃないと思う。ここが出てこん、気づかんかった人は入れとくんですよ。日本固有と一言メモ、一言メモ。はい。この積み重ねですよ。このちっちゃいことの積み重ねですから。30番、修験道、山岳信仰ね、アニミズムから来た山岳信仰。円の大泉。黒本では、文化のところに書いてます。修験道。山。日本人山好きですからね。だからアニミズムから行ってね。空海最澄の山に寺作るでしょ。そこからの、山岳信仰。山岳信仰。神道系ですけどね。うん、仏教も神道も山なんですよ。とにかく修験道、22ページ。で、何なの、あ、大法領に含まれる僧尼領に違反したとして配慮されたこと。ここやね、陶器ところに流されるしかいとんね。縁の大津ぬ。無罪になったの初めて知った。なんでな、総二流。これらはここでしょ。思考ずるに、中中、とにかく中。洋枠の、洋枠か。洋枠の角で残言した。あいつはなんかね、妖術を使っとるとかいうそういう残言ね、誰かチクったかなんかわからんけど、それを受けて島流しだけど、まあ総二領じゃないですね、うん、ね、いやここはまあ総二領ではないわね、妖術使いだとゲマ流されて島流し、うん、いやーこれもう簡単じゃないね、簡単じゃねえよ。い職日本儀、うわこれも、あこれだけ解こうと思ったらいいよね、判別しようと思ったら、だけ職日本儀が文武天皇、日本書紀がどこまでかを押さえた方がいいかもしれないね。日本書紀と古事記どこまでか、スタートは初代天皇神武天皇ですから。で、結はどこかというとね、まず古事記を覚えやすい、書きくけこでこの水古天皇まで。で、日本書紀はこれまた差し捨てそうな感じやろ。やけこれ持統天皇。そうだ、持統天皇の次は、ね、これ文武天皇ですから、ね、ああ次の職日本儀は文武天皇から始まる。その通りですよ。その通り。で、一応、うん、これ桓武天皇までと。ここがかぶるんですね、職日本儀とこの日本後期は。これ細かい。細かい、細かいですよ。とりあえず、やけ、絶対押さえたい。日本書紀が持統天皇までちゅうこと。うん、こうチェックやとこ、チェック、チェックですよ。ここは聞かれたみたいなもんです。はっきり言って。いいですか？いや、これは、ね、罰ではない。丸。やけ、まあ、最初に言いましたけどね、ようわからんのは丸にすると。うん、答えは、罰丸か。罰丸やけ、3番。ふぅー。いや、難しいよ、ほんと。はい。次、31番。自然祖先信仰、まあ、アニミズムでしょ、で並び替えか、結局。並び替え。大江の正房、ね、これがやけ、ね、御三条ですから、これすぐ出てこないけんね、御三条。うん、ここよね、これどうでもいい。2番は、創業八幡神像。一木造り。ちゅうことは一木造りやけ、平安前期やね、公認上官や。ここでね、この神宮寺なんですよ。うん、これ、創業八幡神像神宮寺は、神仏集合。あ、よくあったよね、神仏集合。神仏集合の具体例のパターンですね。黒本では、ね、新黒本では、神仏集合パターンとして、22ページね、こうまとめとんですよ。この3つ、神前度胸と創業八幡神像と神宮寺、まとめとんですよ。セットで、セットで、しかしこの中で並び替え聞いてきたんですよ。あこれね、もう先にこの問題知っとけば、ちょっと最後変えたんですけどね。やけこれ、まあ、順番で言うとね、順番で言うと、やっぱ仏像が最後なんですよ。うんね、まずこの、ね、神宮寺、ね、あ。神社の中にお寺が作られる。お寺の中に神社ないんですよ。神社の中にお寺なんですよ。
ね、でそこで神前度胸、ね、お寺神社の中に作られたお寺で、ね、うん、お経をあげると、うん、ね、で創業八幡神像、ね、なりは坊さんやけど神様の像、これまさにどれも神仏集合でしょ。いや、奈良寺ね、神宮寺、この神前道教を前にして矢印引きましたね。もう考慮したからどうにもならんけどね。くそ、こんな並び替え聞くんかい。この並び替え聞いてくるんですよ。はあ。まあ、やけ僕は矢印入れました。神宮寺から創業八幡神像っつって。まあ、しょうがないですよ、これは。しょうがない。はい。そういうこと。まあ、重版来たらね、シンクロまだ出てもないけど、重版来たら、ちょっと並び替え、順番変えます。はい、ということで、ね、まず神宮寺、ね、神前道教を来てからの創業八幡神像で、まあ大江正義はケツ来るのはもうね平安後期ですから御三女やから、ね、ここの二三かこれ難しいですよ、これまた難しいですよ本当だけど、もう一回言いますけど、ちょっとこれ入れとこう、ちょっと入れとこう、順番的にはこうなんだと、こうなんだと、22ページね、はい、答えはやけ何ですか、3、2、1や、はい、6番、また6番一回あったよね、よし、じゃあ32番、日本三大実録、一応知識としてはこれさっきやったけど、立国史、日本書紀から始まって、ね、食日本儀は、ね、まあ、文武天皇から始まると、うん、でこの一番最後、やっぱ血大事、血大事、頭と血大事、血大事、これ大御天皇なんですよ、日本三大実録、大御天皇、はい、でこれか、五稜へ、五稜へ、五稜へ、これメモですか、五稜信仰、五稜へ、五稜、五稜へとは一体何かと、黒本で言いますと、これは大事ですよ、めっちゃ。15ページのところ。まあ、立ち相席のとこですけど、ここに書いてある。まあ、やっぱ一番分かりやすいのは、菅原道真公、天神様ですよ。はめたやつ全部、ね、ぶっ殺したでしょ。こう恐ろしいですよ。うん、でも、その前行くといっぱいおるですよ。例えば、長屋遅いですよ。藤原四兄弟、ね、たった、ね、半年もかから足らずですよ。ね、で全員、ね、皆殺しにしたでしょ。天然痘で。やばいですよ、これ、本当、ね。だからね。そういうことなんですよ。まあ、そんなこと言うとね、あ、なんか非学問的で非この科学的だって言いますけど、違う。日本の政治はね、政治と書いて、何て言います、祭りごとでしょ、祭りごと。これは聞いたことないですか、政治のせいと書いて祭りごとって読む、ね。お祭りなんですよ。何を祭るか。これがやけ無念の思いを抱いて死んでいった、この怨霊。ね、あのたたり神ですよ。あのほら、あの、もののけ姫で最初にゴヨンゴヨンゴヨン出てくるでしょ、あれ。たたり神だって書いて。あれ、怨霊ですから。ね、これを成仏せなやばいんですよ。で、これを成仏すると、五霊になるんです。これは、あの、A 神様。ね、怨霊から、ね、この五霊に、ね、あの、なんちゅう、シフト中か、ね、転換させるというか、ね、まあ、昇華させる。うん、これが五稜信仰であり五稜へというこのね、なんていうか、そういう、ね、まあ、祭礼というか儀式、うん、この五稜へによって怨霊から五稜に昇華させるんです、ね、悪いか、たたり神からええ神様に、したら日本は丸く収まるんです、ね、ちゅうことなんですよ、はい、で、何何やったっけ、適当なものですね、適当なもの、メモ2を見で近いとこれか、これか。今行きますよ。外来文化、日本列島にそんなさまざまな芸能のみが行われたことがわかる。この五稜へでおいて、大体のみ来たらアウトですから、9割アウト。アウトと思って見ていったらいいんですよ。五稜へ。あ、これ見てほら。大東とか高麗を回せた。ね。ちゅうことは、唐と中国とか朝鮮のなんかそういう、ね、舞をさせたんでしょうね、この怨霊に気持ちよくなってもらうために、うん、ね、なんかそうやっぱダメですね、ダメですね、ダメ、この御霊を行われた当時の天皇、清和天皇、上巻あるね、これやね、上巻格式ですからね、
清和天皇や。嵯峨天皇の子。これも簡単じゃないよね。これどこ書いとん系図とか。いや、ないでしょ。まあまあ、それ一応クローン系図書いてますよ。ね。大悟天皇、清和天皇やろ。清和天皇。ね。で、嵯峨天皇やろ。子供じゃないですよ。うわ、これ、保留ですね。これ保留ですよ、ここは。公認には厳しい。3番、御陵への対象になっている人物の中には留学生としての。三筆。誰この中で。この中でいたら。そう、三筆だったらこれでしょう。うん。まあ、これ、3を選ぶうち解き方かな。僕は3選びましたよ。ね、これ三筆三席はもう絶対よ。三筆三筆。だから、公認状態、ちょっと待ってください。はい、22ページ、22ページ、いいね、三筆、いいですね。あ、豆腐ですから ね、空海中心です。空海を覚えておけば、あとどんどんなんか、ね、つながってくる。に対して、国有文化になると、ね、この金文字の三席になると。うん、ね、こうあるからね、あ、まあ、これ、情がないんですよ、情がない。で、あ、途中で死去と。あ、ね、ああ、これやね、やっぱね。うん、一応読む念のため。長屋などは無実です。長屋、やばいですよ。長屋の御陵絵がこれ大仏ですから、東大寺の。東大寺の。書いてないよ、資料には。書いてないけど。ね、まさに、もうとにかく、長屋の怨霊を鎮魂するために国分寺作って大仏なんですよ。うん、ね、ただまあ、考えられていない。確か載ってないよね。載ってない。でも、だからといって考えられていないと言えるかと。うん、ね、もう覚えておきましょう。国分寺作って、ね、今、ね、この各県に1個作ったんでしょ、都道府県に今で言ったら。ね、これお寺って今で言ったらこれロケットですからね、ロケット、ね。各県に1個ロケットを作るみたいなもんですから。ね、すごいですよ。で、さらに世界一の大仏作った。なんでそんなことをしたのかと。名古屋の怨霊対策ですよ。ということ、はい。で、答えは、まあ、答えは3選ぶかな。2分からんでも、もう3絞って3を選んでください。4分からんでも3選びましょう。だから難しい、これも本当。これ本当難しいよ。最後、ようやくたどり着いたね、最後ね。また、このパターン多いね。あ、いうえ。はい、行こう。うん、仏教保護した。鎮護国家ですから。ね。やけ、鎮護国家。つまり、長屋の怨霊対策ですから、鎮護国家は。いい。で、特定の信仰の関係を保護、弾劾することがあったと。逆か。まあ、逆やね、あといいわね。うん。で、さっき、あれ？どっか行記あったよな。待って、あ、気のせい、ちょっと待って、違う、あ、これ別のやつか、一月神経だったかな、ここは行記なかったか、つまりなんか頭の中ちゃんぽんになってる、行記があったかなと思ったけどね、ちょっと分からん、もしあったら付け替えておきます。だから弾圧、保護弾圧することなかった。例えばさっきなんか、円の図の弾圧されてなかった。ね。だけどまあ、あと行記も考えてくださいよ。ね。ああ行記は、書かせた。21ページね、行記。ああ最初民間布教やった。ああこれ政府は総二領で民間布教禁止しますから。仏教もドラえもんですから、政府がもう独占する。
ところが行基はそんないいものを広めるべきだって言って勝手に民間布教したけ、総二寮で、ね、違反ちことで島流しですよ。ところが大仏作るちになって全然人が足りない。行基行くところに人が集まってきますから、ごめん行基って言って手のひら返し大僧正に任命して、ね、行基のおかげで大仏が完成するということですよ。ということで、まあ弾圧そこの、ね、なかったじゃないですよ、ね、答えこっち、これだけじゃ出てこんかな、どうですか、まあ、この例をね、円のお図のね、はい、まあ、思考力か上、だから霊魂怨霊が実在すると僕ら思わんけど、でも僕らでもね、無実の罪で家族をね、事前に一家自殺に追い込んで、ね、その関係者4人が、ね、たった半年足らずでみんな死んでもうたと、ね、これやっぱ思うよね、思うよ、このねスペースシャトルが宇宙を飛ぶ現代でも今でもそうですよ、ね、だからそういう人が災いをもたらすやそうやええや、ね、まあここ書いてるよね、だけどそういう、ね、災いが、ね、いろんなマガごとを引き起こすとね、戦乱とか天変地異とかね、こういう大日本はそう考えたんです、だからそれをお祭りするんです、いいということで、あと A や県答えは2番か、いやー難しいけどね、あの地獄を知るは天国の始まりですから、これでしっかり学べば、ね、力つければいいんですよ。一応ね今からこの世界史探究ですかのそっちの歴史総合だけちょっとプラスアルファで解説しておきましょう。はい、ではプラスアルファでね、世界史の歴史総合をやってみようと思います。もう1時間軽く超えてますけども、一応、まあ、もしよかったら見たい人はこれで勉強してください。いいですか、なんですか、パネルからだいたいポスター系ですね、もう歴史総合ポスター系ですよ。でこう来て、まあ、奴隷関係、アメリカの南北戦争とかね、リンカーンとか出てきますね、うん、で1番推測19世紀前半やけ、まあまあ19世紀前半、まあこれもだ後半ですね、これね、ここあるのはね、やけ、なん、パネルどの項目にそのような推論、これめんどくさいよね、まあまあまあこれ見て、まず推測を絞らないといけないよね。あ、黒人奴隷の中には家事を従事する者がいたのではないか。先住民を追い出した土地で綿花栽培を行っていたのではないか。うんね、パネルやから、この西さんのパネルやろね。ね、パネルでこう来て、こう来て、まあ、こうなんか黒人売られそう感じよね。ねまあ、そういう時代もあったんですよ、本当。人を物のみみたいな感じで売買しよると。これが奴隷制ですからね。ね。うん、で、こう見てきて、家事労働は、ここなんか分かるね。家事労働やね、これね。ね料理の腕前とかね。料理の腕前ぐらいか。忠実とかあるけど。ね、綿花関係っていうのは農業関係一言も書いてないですね。だからまあやっぱもうこれかな、やっぱ一番落ちるもの料理の腕前ってことは家事じゃないですかね。だってまあこっちやろ、いわこう書いてない綿花栽培は実際ね、このアメリカがこの奴隷制ね、このね南部のこの農業の要するに労働力にされるんですよ、労働力に。北部は工業なんですけどね、中国とその労働力として黒人を使う。で実際させてるんだけども読み取れない、ここからは。このパネルから読み取れるのはこっちですよ。ね、じゃあこれあなんかあとして、じゃあその根拠はどれかというと広告の概要、これか広告の概要、奴隷たちの出自でこれか、どれかとこの3つの中で。ね、家事のようわからんもんだよねこれね。家事労働これでしょ。ここから家事労働持ってきたんやけど。でも一応これを訳したやつなんやろうね。
これね、これを訳したやつがこれだよね。まあでもまあ、こっちやろやっぱね。これを訳したやつなんやけど、やっぱ2は違うんかな、絶対に。で答えは A やったんですよ、ね、ちょっとおっちゃん思ったんですよ、これ僕どっちなのかって思ってたけど、まあ一応ここから持ってきましたからね。ちょうどこれはこっちやろ、これが繋がっとるんですよ、だからこれがね。ね、やけ答えは、やけあで A やから答え1番。まあこれが今流行りの問題なんですよ。ようわからんけど、でも解かないけん、解かないけん、ようわからんけど解く。はい、次に行こう。あに入れる、あね、ここか。イギリスをはじめとしてあことで、どれはアメリカ合衆国生まれが主流となった。あはわからんよね、結局ね。あはわからんんですよ。あはわからんけど、で、そのあに入れるための作成中の文なんか、あを考えてるってことね。で、意図に入るのを選べと。まず意には民本主義、自由主義、どっちが入るのか。これも民本主義消す。これ、よく出るパターンね。歴史総合。もう何回も見ましたよ。民本主義は、ね、これは吉野作造やから、ね、日本だけの考え方と思ったらいい。吉野作造、どこだ。吉野作造民本主義は、一応74ページ。ね、民本主義と、何でした？もう一個。身延辰吉の天皇機関説。ここですよ。この戦前の日本の二大思想。政治の、ね、民主主義なんですよ。でもなぜ民本主義なのか、民主主義じゃないのか。民主主義なんだけど、それは日本が天皇、ね、主権だからですよ、大日本帝国憲法が、ね、でも、ね、大日本帝国憲法天皇主権だけども、その下で行う政治は国民の利益幸福を第一と、国民ファーストでやらなくてはいけないちゅうことは、やってることは民主主義ちゅうことですよ。天皇機関説も全く一緒、ね、天皇といえどもね、憲法に基づいて、あと一緒よね、この、ね、国民ファーストで、ね、この統治権を行使していかなければいけないと、そういうことですよ、ね、でここはもう日本の独自の考え方なわけやから、ね、ここは入らないですよ。これ民本主義消しましょう、ね、自由主義が広がって右国が増えた、イギリスをはじめとして自由主義思想の拡大が一因となってどうなったのかというと、ね、で結局奴隷はアメリカ要するにだけになってもうた。ということは他の国は自由主義に基づいてどれやめたんですよ、ね、でアメリカだけこう残ってもうた、ねね、これ戦後まで戦後になってですよ。戦後になっても今でもね、アメリカのやっぱこの黒人差別は根強いですけどね。一応そういうことやね。だけど問題は解ける。B で答えが E やから、ね、B はどれだ ?B は。答え6番。6番です。はい、これも知識ほとんど関係ない。関係ない。思考力。はい、3番で、ブラジルの奴隷制。よう分からんですよ。日本史探究の人はこんなに聞いても世界史の分野やけど、よう分からん。よう分からんけど解く。解くしかない。はい、読み取りなさいやから、ね、はい。A、日本人移民がデカすぎるさん。期待されて1、2から読み取れること。これか。これね。ああ、さあ行こう。一家を挙げて南米とかって。なかなかリズミカルですね。五七五や。期待されとる。期待されとる。共に期待されとる。何が期待されてるのか。これ見たら、ねえ、何すか、ね、農業でしょう。労力足りないと。農業でしょう。農業でしょう、ね。農業、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 農業。ね、ってことは、持っとるのもなんかクワとかじゃないですか、ね、だってここはやっぱ工業ではなくて農業ですよ。農業の労働力として、ね、期待されとったってことですね、はい、で西さんが表から推測、表これか、これね、11と15、ここか、見比べて2125はなってるのはアメリカ奨励していた。ここでまずね、1115ここですね。で次、2125これか、ここですね。ね、とりあえずパッと見て、1万3000から1万1000、減っとるね、これね。アメリカ合衆国日本人民奨励してためたと考え、奨励しとって減っとるんですよ、おかしくないですか。
一応こっちで見ましょうか。こう21から21から26、こっちか、隣ですね。ね、この隣やね、これね。こっちやね。これは何ですか、増えたね、こっちはね、明らかにね。はい、恐慌の影響で日本経済混乱していくことが関係していうと考えられる、これ、うん、まだ今の段階では難しいです。でも来年3年になったら探究でじっくりやります。ね、大正以降ね、昭和前期、もう強行、強行、強行なんですよ。貧乏神にこれ、もうハットトリック食らう感じですからね。で、ぶち切れて、ね、もうなんかね、非常に行動が単純になって、片っ端からこの喧嘩を打ってしまうという、簡単に言うとね、そういうことですよ。まあ、だから、ね、奨励しとって減るのはおかしい、日本語的に。うん、これ、×でやるか。ということは、何ですか、やけん、B か、B と D か、B と D は答えは4番、4番。つうこと。うん、まあ、これね、アメリカとの関係。日露戦争なんですよ。日露戦争、アメリカすっごい日本を応援してくれた。しかしそこを境にして、一応この大きな流れね、まあ、日英同盟結んで、アメリカも日本を応援してくれたんですよ。うん、なぜかというとね、満州の、この満州に入り込みたかった、アメリカも。ああ、ロシアがおらんくなったか入り込めると思ったら、日本が独占したんですよ。アメリカのね、このね、提案を却下したんですよ。日本だけでやるんだっつって。ここでアメリカはね、相当助けてやったのに、この仕打ちかいちことで、どんどん仲が悪くなっていくという大きな流れ。で、最終的に戦争でしょ。そういうことで。ね、そういう、ね、ことを言っとるわけですよ、ここは。うん、まあまあ、そもそもアメリカは対立していくわけやから。そういうこと。日本からのね、この移民をシャットアウトしますから ね。出ていけみたいな感じで。ちゅうこと、ただ頭の片隅に置いとってください。はい、これですか、デザイナー。あー、なんか、ポスター、ポスター、ポスター。あ、これ、乱れ紙やんけ、乱れ紙や。あ、これをモデルにしたよね、こう書いてるね。あ、なるほどね。二刀ですね、二刀、二刀、二刀、ね。オマージュってやつ、パクリやない、オマージュってやつですか。で、何与謝野晶子。まあ、これは小学校でもやるんじゃないですか。ね、日露戦争反対した。さっきのところや、ちょうど。71ページね。君心たまことな、これ、弟ですよ。反戦文学ですよ。でも、こんなん、もう、ビビったるものなんですよ。我が国は書いておるけど、ね、日本世論はもうね、体制として開戦に傾いた。国民全体でも開戦に向かっていったんですよ。だから起きたんですよ。ビビったるものなんですよ。ビビったるものを大々的に取り上げている教科書は。あんまこれ、事実に反するですね。はい。で、これ言っとんね、母で。ここは日露戦争ではない。ではない。平塚雷鳥、与謝野晶子、平塚雷鳥、まあ、女性、ね、解放と。ね、今ね、やっぱ男女平等地の流れですからね、本当ね。うん、はい。で、その、うん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 、これね。まあ、ようわからんでも、なんつとんのか、与謝野晶子は。うんうんうん。女性、貧困の国家の義務、ね、そういう立場の弱い人を、ね、保護しなさい、そりゃそうですよ。賛成だけど、受動的、霊俗的な生き方をするのは反対やと、保護によって、まあ、つまり、まあ、要するに保護反対ってことだよね、保護反対と。うん、ね、だけど何ですか、読み取れるのは、力を持った個人、ここまで一緒か。ね、うん、力を持った個人、そういう力の弱者は保護するべきやけど、力のある人は、ね、うん、そんなね、もっと自立させてやるべきだと。ね、うん、だから、国家の保護は必要ないということやろ。だから、ね、頼るべきだ、こっちやろ。これ読み取ってください。一応ね、これ聞いてくるんですよ。早稲田聞いてきましたよ。この女性を、ね、この母性保護論争中ですよ。与謝野晶子は完全な自立。うん、まあ、与謝野晶子ぐらいできたらいいですけど、なかなか難しい。平塚雷鳥はやっぱ保護必要だと。ただ、そんだけです。ただ、そんだけ。うん、はい。で、
大正時代の日本における社会運動、やっぱ大正デモクラシーのとこがやっぱ歴史総合、これやっぱ大事ね、大事。まあ、ここはだから来年やりますから、しっかり、3年で。うん、ね、で、ロシア革命の影響による労働運動盛んになった。憲法制定と国会活動、ね。だから自由民権運動は明治やから、これはもう消える。消える。はい。答えなんですか？答えは、BC ですね。BC だ。答えは、様。はい。もう自由民権運動。明治。終わり。終わりです。大正じゃない。終わり。ね、ロシア革命。うん、そういうことですね。次。5番。こんなとこに来て、こっちになるわけね。もう。構成上しょうがないか、うん、はい、うんうん、資料4中の下線部の話、資料ここか、当時の日本、いつなのこれが、セントルイス万博、あれこれほらここでしょ、ね、じゃあこれがいつかっていうと戻っていてここなんですよね、これ押さないといけないのか、1904年ってことですよ。つまり1904年の日本の領土はどれか。1904年。ここないですからね、何年か分からんからね。戻って1904年なんかと。ちゅうことですよ。この訓練、練習をしなくちゃいけない。いいですか？で、パッと見て、まあ、全部違うね。全部違うね。例えば何ですか？例えば日露戦争でしょ、1904年。台湾、これだけないですよ。台湾は日清戦争で、ね、下関条約でも日本領になってますからもう消えますね。ダメ、これダメ、ダメ。さあ次何見ます、うん、朝鮮が塗ってあるのと塗ってないのがあるね、うん、韓国併合は1910年ですからね、あまだ早いですね、まだ早い、まだ早い、まだ早い、消そう。さああとは何だ、あとはここです、もうここしかないよね、違いはね、このカラフトがどっちなのかと、どっちなのかと、ね、この北方、日本の領土の変遷ね、これすごい大事なんですよ。一応、まあね、こんな図でしとったらいいけど、なかなかそんなスペースがないんでですね、1904年です、これ、ね。で、このカラフトにが変わったのがどこかっていうと、これがやっぱポーツマス条約なんですよ、ね。この日露戦争の講和条約であるポーツマス条約で、どうなったかというと、ね、でこれ、71ページ、さっき幼なじみ見ましたけど、ね、ポーツマス、まあ、翌年ですよ、うん、結ばれて、ここでカラフトの、ね、南半分、ね、北緯50度以内のカラフトが日本領になったわけですよ。ということは、この時はまだ、ね、なってないわけだから、なってないわけだから、ね、答えはこっちなんですよ、こっち。ということ2番と。簡単じゃないですね、やっぱこの2年生の段階では。まあ、あんま気にせんでください。まあ、簡単復習すると、下関条約で台湾ゲットしました。日露戦争で南カラフトがゲットしました。で、その後、韓国併合で、ね、韓国、まあ、朝鮮半島を日本領にしましたと。そういう大きな流れですね。よし、次、6番。このパターンね、このパターンね、まあ、出るんでしょうね、このパターンが絶対ね。1918年の、うん、民族自決ね、うん、でこう東さんと中さんと北さんですか、うん、民族自決の考えに基づいてドイツが領有していた海外植民地は全てやばい、もう全てダメだって、だからこれまあ知識ですね、これも来年しっかりやります。第一次世界大戦でドイツは負けます。敗戦国や。ね、ね、ここに出たね、ここのね、うん、ね、ドイツ、オーストね、リア、で、イタリア、で、オスマン帝国、入れとった方がいい。VS、イギリス、フランス、ロシア。これが第一次世界大戦の一番基本的な対立の構造。ね、で、こっちは負けたんですよ。負けた。ね、ちゅうこと。で、我が国どっちにつくんですか？日本は日英同盟結んでるからいいですね、こっちですよ。買い得日本人、ね、勝ったんですよ、戦勝国や。でどうしたかというと、このベルサイユ条約で我が国は、ね、ドイツ領をゲットしたんですよ。ドイツ領をゲットした、ね、ああ
まあ、分かりやすいのがやっぱ三等賞ですね。やっけ。ね、三等賞は日本のものになった。ものになった。もうその前に日本占領してますけどね、第一次世界大戦で。ちゅうことは、ドイツの海外植民地や、ね、三等賞は日本のものになったし、ね、南洋諸島は日本のになった。×ですね、やっぱりね。×。うん。ということで、もうこの時点で1番、はい、誤ったと。ということ、あとは、平和に関する布告とか知りませんね、これ、多分世界史なんやろうね、よう知らん。うん。全世界に受け入れられて、朝鮮では三種独立運動、ね、だって民族自決なんだから。ところが、簡単に言うと、このウィルソンに言った民族自決は、ね、負けた国の民族自決なんですよ。勝った国は現状維持ですから。そんなこと言ったらね、インド独立やないですか。フィリピン独立はそれは許さないんですよ。ね、だってイギリス、アメリカの植民地はな。負けた国の民族自決なんですよ。もうすごい都合がいい。ああ。ね、だけど日本で、ね、民族自決って朝鮮も、ね、やった独立だって思ったんですよ。いやいや、違う、ね。日本は戦勝国やから。ね、そういうことです。そういうこと中国でもね、五四運動、ね、やけ、ね、三等賞帰ってくると思ったら、いやいや、に負けた国の、ね、ところは、まあ、そのまま日本を取ったわけか。ちゅうことで、まあ、非常に都合が良かったという話ですね、うん、そういうこと、はい。さあ、7、8で終わり。言いましょう。これか。あ、これ、日本のことですね。あ、日本ですよ、日本史や。絵と尾に入る文と蚊にこの組み合わせか。絵に入る文、絵。これね、これ43年。はい。ね、でこっち、45年、ね。45年ですよ、もう。もうフルボッコにされた時期やないですか。もうね、8月で、ね、終戦、敗戦ですから。で、絵が推測できる、絵に入るのは、ね、戦争の長期化に伴い生産技術が向上している様子、軍需品優先され日用品の生産力が制限されている。もうボコボコにされるんですよ、我が国は。どっちですか、ね、ああ物ないんですよ。いやこっちやろ、これはもう、もうそんな知識いらないですよ、ね、ああ我が国は、ね、フルボコにされますから。ということでね、うん、物不足になる、物不足。ね、欲しがりません、勝つまではとかね、足らぬは工夫が足らぬとか、うん。で、ここですよ、4が出るまでにヨーロッパでは王が起こった点、戦局がどうなったのか。だからこうなったってことやけ、これは1945年やけ、戦局はもう悪化のやつがこっちから解きましたよ、僕は。ね、どっちなんですか、ドイツ軍パリ陥落した日独立三国同盟結んだ時、これは、ね、戦局、ねねこれが好転じゃないですか、プラスじゃないですか、ね、連合国軍のノルマンディー条約、これでフランスが解放されるドイツから、これはちょっとやっぱ世界史の範囲かな、今の子知らないからね、はっきり言ってね、うん、まあこっちを消したいね、ドイツ軍調子いいってことは戦局プラスですよ、ね、でも悪化なんやから、好転やね、好転ですよ、戦局好転や。じゃない。ノルマンディー、ようわからんけども、ね。うん、こっち。はい。答えは B で F。B で F は、あ、8番ですね。一番最後。B で F。8番のパターンと。はい。思考力ですよ。そこまで知識いらない。はい。ラストか、8番。南さん。1940年代後半。ちょこっともう戦後ですね。これ戦後ですね。これ戦後ね。45年終戦ですから。なんだこれ、南さんのパネル中の図5に関する記述、あ、この下の図5がね、図5、記述が適切でないと判断できる理由を述べた分、正しいのを選べと。終戦直後に、これどこかよね、ここで終戦直後には暮らし向き、落ち着いた。本当かいなと。ね。いや、まあもう落ち着かんでしょう。負けたんですからね。うん、で、6と7、この2つの資料。はい、資料6から食料不足に苦しむ人々の様子が読み取れるため、南さん。ね、わかる。食わせる、ここでね、食わせる。食い物がないんですよ、もう。ああ、もう、ど貧乏です、日本は。
敗戦直後とか、お金は紙くずやし、男はね、戦争にね、失って、ね、いや日本中焼け野原、最悪や、本当、ね、うん、そうですよ。だけどこんな状態なのに、ね、落ち着いてねえよ、全然。雲もないんですから。1っぽいですね。2番、自由にデモを行う様子が読み取れるため。まあ、デモっちゃデモですね。自由にデモを行ったら、経済面で落ち着いとるんですか。ちょっと違うね、やっぱね。7から、日本国憲法ね。はい。で、民主的な憲法の喜ぶ様子読み取れる。まあ、ちょっとこれ、喜んどるかどうか、これじゃ読み取れんですよね。うん、でもこれで経済が落ち着いたとは、これ憲法政治ですからね。うん、4番、アメリカ合衆国との通商再開を人々が不安視する様子。いや、これ分からん、それ分からんですよ、これで。日本国憲法なんやから。ね。そこは分からんですよ。やっぱり1番ですね。はい、これはもうなんとなく解けますね。はい。ちゅうことで、まあね、この歴史総合はあんまり気にしないと。うん、できる範囲で解くと。来年、しっかり日本史探究をやった上で、臨むと、なんじゃないですから。いいですか。ということで、はい、ここまでで。あとはね、ちょっと自分で、やってみてください。終わります。